確かにそうバロンドールを取るべきだった選手。イブラヒモビッチ。ジェラード。2010はスナイデル。スナイデルのヤーファンダイクレバンドフスキ。2010はスナイデルとか言ってるやつは絶対ににわか。あれチェルシー CL 優勝の年誰が受賞したっけと思って調べたらメッシ PSG が受賞してんのか所属クラブバルサやないタイミングやったんやな。ここずっとレアマドとバルサばっかやったが今年ようやくそれ以外から受賞来るかな。レバンドフスキ。大谷翔平ら。でもバルサが18年間も審判に金渡してたからその時期にバロンドール奪われた選手たくさんいるよな。ファンダイクとかは取れててよかった。トレブルの時のベッカム。たまにはゴールキーパーとかにも選んでほしいコボフォワードやん。クリロナメッシと時代が被らなければイニエスタイブラヒモビッチルーニーネイマールあたりは取るに値する選手だった。その年最高の選手一人より偉業を成し遂げた選手がいるたびに全員上げるシステムのがええのにな。もしよければチャンネル登録お願いします。